競争予選は最終組の第5組が行われます。第2レーン前内さん青山学院大学、第3レーン紀藤さん西武大千葉高校、第4レーン市川さん東京学館高校、5レーンを開けます。第6レーン落合さん東海大望洋高校、第7レーン館林さん八千代松陰高校、以上5名の出場です。今大会一発決勝という種目もあれば予選決勝が多く出ておりますけれども、この100に関しましては標準記録が高いにもかかわらず多くの選手が出てきているということは、まあ、レベルが高いわけなんですね。まあ、ちょっと記録的に今日はね、こっちから考えますとやや勝負に徹するかなというような感もありますけれども、でもね、もう陸上競技かけっこ最後は順位です。それぞれ、まあ、記録の期待もあったかもしれませんが、まあ、この風の中でどこまでいけるか、そういったところも必要だと思います。まあ、高校生が歯が立つか、インカレ1部2部で活躍した皆さんも出場してきております。まあ、おなじみの選手といったところで8組まで予定されております。高校生はね、高校総体予選を通過して準決勝に行ければ出られるというちょっとややアドバンテージ的な意味合いもありますけども、他の選手にとりましては非常に高いハードルを超えての出場であります。それでは男子 100m 競走予選は